堤城は、鳥取県東白郡北栄城に所在した、日本の城。島集落内に所在したと伝えられ、付近に、堤城、城の内などの地名が残る。山田市歴代の巨城と伝わる。大英年間、城主、山田高直は、山梨に属していたが、同四年、天骨根久による大英の5月崩れにより、東城を追われた。永六年間、麹木の子。 重直は、吉川氏の助けを得て、東城を奪回した。後に、山田重直は、羽衣岩木に居城する、南城元継の配下となった。天正七年、南城氏と毛利氏の不和を機に、南城氏から離れたことにより、同年九月一日、南城元継率いる八百期に攻められ、重直、信直夫婦は、六夜城に落ち延びた。以後、登場は、南条氏の支配となったが、 慶長五年の南城死滅亡によりこの城も廃れたと伝わる。城跡付近には、昭子を祭り、城主総太郎の他の石踏みが建てられている。また西側の山の頂部に所在する八幡神社は、城平年間に山出しの祖とされる長田山城入道が、京都岩清水、八幡宮の八幡を貫人して、城の鎮守としたと伝えられる。また、 宝器民ことわざ家には、公安6年に、山田氏の先祖騎士の中造した、記念名入りの金があると知るすが、現在は残っていない。また、一説に石碑にある、城主、宗太郎とは、山田氏の後に城を管理した南城氏の家臣、うつ古氏の一族であるという。ありがとうございます。